いいじゃないですか。3周目もありですよ。3周目で高校野球。どういう経緯でプロ入ったのかっていうことを伝えないと、よく私のことを分かんないんじゃないですか。大丈夫ですか。でも本当ヤクルトスワローズっていうことで最初に言ってるから、それは大丈夫。桜高かったよ、そこ行くと。っていうかね、もうね、僕が喋りすぎた、あの一発目。日本最北端のプロ野球選手、わからないから、うん、ヤクルト入って、キャッチャー、あのさ、一本目のオープニング、そこ行きましょう。それ、ああ、それでいきましょう。そのフレーズ、ああ、それがあれば OK です。うん、ね、いいよね、今のね。オープニングの、オープニングの頭、ジングル前、はい、ジングル前のオープニング。はい、今日はっていう。今日は。というかね、うん、あの今の一本目、ちょっともう、あの、もしいいですか、取り直ししたい。あ、いいですよ。うん、うん、じゃあもう一個行きましょうか。今とりあえず、あ、切らずに、取っといて。あ、まあ、保険をかけといて。あのね、ちょっと喋りすぎたし、もっとね、1本目からもうちょっと喋ってほしい。そうそう、ほとんど喋ってない。俺やばい今。ちょっとどういう思いで子供たちに声をかけたのかっていうところをもうちょっと喋りたいなっていうのがありますけど。でしょ、はい、ちょっとね、俺行き過ぎた。熱く語ってるから途中で入りどうしようかなと思って。入ってきてもいいです、はい、じゃあ最初とりあえず今日はっていうところから行こうか、うん、いいですよ鈴木さんの。あ、オープニング行きますか。はい、喋りすぎた。喋りすぎです。喋りすぎです。初の撮り直しです。じゃあ行きますよ。いいですか。最北端の、最北端ね、北海道のプロ野球選手、元プロ野球選手です。ゲストです。スーさんに初のゲストがやってくれました。日本最北端って、うん、もし最北端、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。あと今日はっていうのを、うん、今日は行きます。今日は日本最北端の出身の元プロ野球選手のゲストをお招きしております。はい、OK、 はい、じゃあ行きましょう。やっぱり順番に行った方がいいよね。ん？順番。2本目じゃなくて1本。いいですか？いいですよ。1本目やると思う。さっきの消さずに、もう一回こっから1本目行って、うん、で2本目入る。いいですよ。じゃあ行きます。すいません、時間を取らせて。大丈夫ですよ。じゃあ行きます。みやちゃん。はい。初の。出張です。やりましたね。はい。今日はね、あの新宿三丁目のスーさんスタジオを飛び出して、はい、こちらは戸田公園最寄りの駅よね、はい、細かい住所説明を、はい、早速ですけど、していただきましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、今日はお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。六八野球工房の宇佐美です。いえ、お願いします。え、お店の住所言ったらいいですか。どうぞ、お願いします。埼玉県の戸田市にあります。で、先ほど言った通り、最寄り駅で埼京線の戸田公園駅、そこから歩いて6分、近い場所ですね。はい、野球用品専門店です。はい、野球用品専門店。はい、あのこの宇佐美くんと、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとエラーしました。失礼しました。ちょっと専門店ですからスタートしたいんですけど、ちょっと一回起動します。はい、専門店か。野球の専門店って言ったところですね。一番最後のセリフ。はい。あ、そうね。はい。野球用品専門店です。って言ったところからスタートします。はい。はい、ちょっと確認します。はい。野球用品専門店ですからスタートと。専門店ですって言えばいいんですか。うん。まあ、もう言った後から。鈴木さんですね。言った後から。で、一応の紹介してほしいんですよね。あの、うん、今お店の紹介になっちゃったんで、うん、宇佐美さんといえばみたいな、うん、あ、じゃあそれ僕が言いますか。宇佐美さんといえば元ヤクルトでみたいなところから、うん、はい、じゃあ
宇佐美さんといえば、うん、宇佐美さんといえば、宇佐美さんといえば元ヤクルトスワローズです、はいはい、宇佐美さん、ヤクルトスワローズの入団と退団の、はい、あの年度を教えてくれますか。93年のドラフトの6位で指名されまして、はい、でプレーしたのは94年から2000年までの7年間7年間になりますね。あのですね、宇佐美さんの出身校が稚内大谷高校といいましてですね、はい、私が、はい、私のことは別にいいんだけど根室高校といって、はい、最東端の高校なんですよ。日本最東端、日本の最東端と、はい、日本の最北端、はい、最北端で僕が高校3年の最後の夏、はい、負けた学校が宇佐美さんの出身の稚内大谷高校という、何かのご縁がありますよね。おこのネタで相当お酒が飲みましたからね。このネタで初めてお会いした時に、僕を聞いた時に、はい、やられたと思いましたね、はい、あの若干年上なんですけど、はい、引け目を感じてしまいました。そんなことないですよ。それで、東京へ出て、はい、ドラフト6位、ね、6位、はい、ヤクルトスワローズ入団、はい、で後に経緯を教えていただけますか。まあ、その引退した後です、はい、引退した後はまあ、野球はやりきったという気持ちがありましたので、うん、はい、野球とは全然違う仕事に就こうということで、うん、ハウスメーカーハウスメの建築営業という形で、うん、13年間サラリーマン、ね、3年間、はい、野球の約倍ですもんね。野球が7年でサラリーマン13年、そしてこの68野球工房を立ち上げる、はいはい、それで今回ゲストに来ていただくときにね、はい、どうしても聞きたいことがあって、この68野球工房を立ち上げる経緯となった、はい、要するに宇佐美くんがスイッチが入った、やっぱりね、安定した仕事、うん、これ奥さんや家族の理解もあったと思うんですけど、うん、これやっぱり最終的には宇佐美くんの情熱というかね、これ思いが勝ってこれ右足を一歩踏み出したという形になったと思うんですけど、はい、そのスイッチどこら辺にあったのかっていうことをちょっとお聞かせ願いますか。そうですね、うん、まあ、野球に対して野球とは全然違うところで勝負したいということでサラリーマン始めたんですけれども、うん、はい、まあ、その中で、まあ、結婚もして子供もできて、うん、まあ、長男坊と次女、あ、長女、2人に恵まれたんですけど、うん、で長男が、小学校2年生の時ですかね、2年生、うん、野球を始めてくれたんですよ。少年野球ですね。ちょうどそうだよね、2年生ぐらいかな、はい、野球を始めて、まあ、最初はちょっと遠目に、まあ、チームにいつも行くわけじゃなくて遠目に見てたんですけど、うん、やっぱり自分が野球好きなんで、まあ、見てるうちに、はい、気づいたらちょっとノックバット持ってて、うんうん、で気づいたらユニフォーム着てて、うん、で気づいたら監督やってたという。なるほど。で気づいたら試合に出てたってことね。だそれはさすがにそれはね。やっぱり、ね、その子供たちにまた野球の楽しさっていうのを、で楽しさを教えるつもりで監督を引き受けたんですけど、うん、逆に子供たちから、はい、野球の楽しさっていうものをもう一度こう教えられた感じがして、またどん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 野球に引き込まれて、まあこういったまた野球用品店という形でスタートしたということですね。それでこの戸田公園、はい、ね、埼玉エリアということで、このお店のね特徴をもう少しちょっと、特徴は、うん、まあ、スポーツ用品店はたくさんあるんですけど、うん、どんなこうスポーツのものでも扱ってるわけじゃなくて、うん、もう野球に特化してます。野球特化、野球専門店、はい、野球用品専門店、ちょっと噂には聞いてるんですが、はい、ここでしか埼玉エリアでは、はい、この68野球工房でしか扱ってない、はい、そういうメーカーさんも、そのメーカーはですね、今大人気の大活躍の、はい、ヤクルトの、うん、はい、山田哲人出たトリプルスリー、トリプルスリー、宇佐美くんの後輩ね、はい、トリプルスリー、はい、でその山田が使っているグラブメーカーでドナイヤっていう、ドナイヤあるんですけども、ドナイヤってドナイヤなクラブこれちょっと言いたかったです。ああ、ごめん、またドナイヤねんじゃないですか、ごめんね、すいません。まあ、名付けは池山さんなんですけどね、ヤクルト。ああ、ブンブン丸の。あ、そうなんだ。ドナイヤの社長さんもともとウィルソンの社員で、池山さんはウィルソン使ったんですよ。で、池山さんをサポートしてたんですね、その方に、はい。で、プロと同じ用具をアマチュアの人にも使ってほしいっていうので立ち上げたのがドナイヤなんですよ。なるほど。で、そのグラブメーカー立ち上げたときに、池山さんに、はい、メーカーの名前ちょっとどうしましょうかって相談したら、はい、ドナイヤでええんちゃうみたいな、それでドナイヤになっちゃうみたいな、ね、その愛な一言がそのまんまそうあまり熟考するよりもそういうね
簡潔な、あのすぐ浮かんだものの方が結構いい場合って多いからね。まあまたこんな話で尺があれなんですけど。あ、そうです。あ、そうそう。それでね、そのこのお店を立ち上げる時のね、そのスイッチの入った、はい、その息子くんから受けた、そのもともと好きだったものをまた思い出させてもらったからね、これ大丈夫かな、しまり、あとどれくらい息子くんのちょっとお話ししていいかな。あの一度ね、あ、二度だ、僕はあの宇佐美くん の、はい、あの息子くんの試合に二度ほどお邪魔したことがあるんですけども、ね、ありがとうございます。一度はね、はい、あの着いたら試合終了だったというねあの挨拶のシーンしか見れなかったという失態を犯しまして、二度目はしっかり、はい、準決勝、ある大会の準決勝で、はい、そのこれに勝ったら、うん、あの太田スタジアムでできるっていうね、スワローズカップですよ、大きな大会、はい、これ正念場だなと思って、日曜日だったので、うん、お邪魔したいんですよ。やっぱりそこでちょっと残念ながら敗れてしまったんですけど、僕が注目していたのは、はい、その試合終わった後の子供の接し方、どのように普段接しているのかな、やっぱり練習見たことなかったので、そのミーティングで負けた直後のミーティングで試合に出てた選手、うん、出なかった選手、はい、活躍した選手、活躍できなかった選手、はい、みんな同じように接していました。でそこで、うん、もう明るく振る舞って、はい、選手たち、子供たちをね褒めている姿がすごい印象的でね、はい、今いろいろね子供たち の、 その指導法だったり、はい、世間でやっぱりいろいろ注目されてるじゃないですか。ありますよね、うん、やっぱり子供たちって無限の力があるんでね、はい、やっぱり褒めて伸ばす、はい、やっぱりすごいその宇佐美くんのね、うん、その接し方が印象に残ってましてね、やっぱり宇佐美くんそのあたりがやっぱり、はい、そうですね。ですから、まあ、褒めて伸ばすっていうことももちろん必要なんですけど、うんうん、やたらめったら褒めてもダメなんですよ。だ別にその褒めなくても、はい、あ、めっちゃ無茶かな、ですかね、認めてあげるってことが大事 で、 で、そのミーティングの時も何を話したかっていうと、はい、いいプレーは良かったねと、うん、で応援して一生懸命応援してる子もいたので、うん、その声援がねみんなに伝わっていいプレーがたくさん出てるんで、うん、その子がやってたことをあのしっかり認めて声をかけてあげるっていうことを、うん、あの気をつけてやっていて、やっぱり少年時代にやってほしいことは、いろんな経験をしてほしいんですよね、うん、経験っていうのはやっぱり教えられないので、うん、やっぱあの大事な試合に出たっていう経験、はい、でその大事な試合で、まあ、ミスしたのも経験だし、いいプレーしたのも経験だし、はい、だそのやった経験をしっかりと大人が認めてあげて、うん、しっかりと言葉をかけてあげるっていうのが子どもたちにとっても大事だと思うので、そういうことを意識してミーティングはしますよね。あとあのものすごい吸収力高い年代でもあるしね。そうですね、小学生でね、はい、やっぱり大人となるとさ、はい、いい部分悪い部分上手に削除してしまうところがあるじゃない、自分に都合の悪いところね。そうそう、はい、子供たちってそこら辺をいいことも悪いことも、うん、だってスーッと取り入れて消化してしまうんでね、はい、だからそこら辺はやっぱり声をかけたり内容もね、大人が逆に考えなきゃいけないのかなっていう感じがするよね。それは本当そうですね、本当ね、宇佐美くんのその接し方だから、その僕なんかお客さんじゃない、はい、僕に対するその挨拶だったりね、試合前の準備だったりね、はい、そういうのを見てると監督 の、 その指導がどういう感じに行き届いてるのかなってやっぱり分かるじゃないよ。分かりますね、高校でもそうだし、はい、やっぱり大学でもそうだと思うんだけど、特に小学校のカテゴリーだとそこら辺がねやっぱりね、宇佐美くんの色出てましたよ。ですから子供たちには、うん、やっぱりまあ挨拶しっかりしろとか、しっかりしてた、はい、確かに、やっぱりいろんな方々に感謝をしてもやっぱプレーしないで、うん、やっぱりグラウンドを作ってくれる人がいたりとか、はい、審判やってくれる人がいたりとか、はい、でちゃんとグラウンドに送り出してくれるお父さんお母さんがいる、うん、それでちゃんと試合ができてるので、うん、そういったことにちゃんと感謝、はい、気持ちを持てる子になってくれれば、うん、まあ、勝負は、まあ、もちろん勝ちたいんですけど、 そうだよね、それよりもそっちの方が勝ちたいと思ってる、はい、負けても勝ってもどちらでも財産になるし、そうですね、特にね、本当に小さい時の経験って大事ですよね。さあ、こんなにや、まだ時間足りないっていうか、まだ大丈夫です。まだ喋りたいっていうのに、鬼の下田でいいから、2分の間隔が出ますから、いつも通り。あの、来週もちょっと、まだ聞きたいことがありすぎて、ちょっとね、高いよね、はい。もうちょっとお店の宣伝したいななんて思ってますけど。でしょ、ね、でしょ、まあ、でも、まあ、もちろんね、少年野球の話ももちろん大事なんですけど、ね、うさみくん、来週もちょっともう一週いいかな。あ、ぜひぜひ。こちらとしてはね、ちょっと聞き足りないし、そうですね、もっとね、あの僕も喋り足りないんですけど、じゃあ来週も宇佐美くんに来ていただくということで、はい、まあ、お願いしますので、はい、初の2週連続で、はい、ゲストでよろしくお願いします。ありがとうございます。あとですね、あの用具へのこだわりであったりね、その、うん、宇佐美くんね、
愛情、嫁の愛情だったり、ね、子供たちはどういう用具を使ったらいいのかってアドバイスね、はい、